ハッピーバレンタイン、姫路うららです。もうすぐですよ。女子の皆さん用意しましたか？もうさ、街はバレンタイン一色よね。もういやでもチョコが目に入るっていう。プレッシャー、あーそうですよね、買うかな。男子はさ、もらえるかもらえないかのドキドキがあると思うの。まあ大人になりすぎると、大人すぎるともうもらっても困るという人もいるかもしれませんね。お返しが大変だから、あのさ、バレンタインの男女の駆け引きを今年もやるよ。女子は女子なりの悩みがあるからね。どこまで、まあ、ここまでで線引いたら、この人あげたのにこの人あげないのは良くないしみたいな、なんかこの人大きいのあげたのにこの人ちっちゃいのは良くないしみたいな、でもじゃあ全部大きいのになるとどうなんぼなんのってね、なんか本命がいるなら本命にはこう手作りとかさ、まあ、私なんかなったらもうちょっとさ、あのそこまで本腰入れたバレンタインはもうないですけどね。若い頃の方が思い出がいっぱいありますよね。何をあげようか、やっぱり高校生の時とかは思い出すのも恥ずかしいけど作ってた。なんか作ってたよ、ケーキにしてみたりさ、なんかあのチョコレートでこうハート作らんで、もう今は作らん作らんけど、でもだんだんそれも手抜きになってって、最終的にはなんかチョコレート、板チョコを溶かすだけ溶かして肩に入れるみたいな、あの極めて簡単な、もうギリギリを手作りと言えるか、ギリギリの政府の手作りしてましたけどね。今はね、もう素敵なチョコを買うのが一番だって、美味しいとかさ、見た目に綺麗で梱包も素敵でしょ。だから今はもやもそら買うのが一番って思ってますけど、あのまたね、プロボウラーはあのバレンタインの前後にチャレンジマッチがあるときには抽選賞でお持ちしたりとか、なんかね、参加賞で配る人もいるのかな、なんかそういう楽しみ方できますね。まあ、クリスマスやハロウィンほどのイベント性はないにしても、これはぜひね、年間行事としてみんなで盛り上げて楽しんだらいいんじゃないかなと思ってるので、私もその一人として、バレンタインを楽しみます。いっぱいね、チョコレートをもらいすぎても困るだろうなと思うのでね、同じチョコレートばっかり鼻血出るやん。だからなんかちょっとたまには違うクッキーにチョコ挟んでるとかがいいかな。ちょっとこう趣向を凝らしてね、私もよくいただきますよ、お返しせんのに。ひどいわほんま。いやなんかさ、いただく人をチェックして名前書いてね、次お会いした時に返すって、大変たくさんなってしまったらもう管理しきれなかったり、しかもこうホワイトデーの頃にさ来てくださればいいけど、皆様がいつ来てくださるのかは把握してないから、もういただくばっかりでありがたく食べてますけど、でもあの私には無理せずに、あれですよ、チロルチョコ一つでだったらもうハッピーバレンタインって言ってくれればそれで、あみたいな、なんかもうハンドタッチこれでこうそんな感じでみんなでバレンタインを楽しみたいと思います。皆様にとってもいい日になるといいですね。応援してます。